ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。ちょっと用事の前なのでラジオ配信で失礼しておりますが、 BE:FIRST TV のシャープ11最新回のダンス部コラボの完結編の率直な感想という形でございます。今回のシャープ11はシットキングスさんとのダンスコラボもあってシャイニングワンを踊りまして、そちらの方がねやはりこう後の方にやったからっていうのもあってメインな感じはするんですけど、そこはそこで別で撮らせてもらいたいというか、いろいろとねまた別の話だったりするので、いわゆる夢をなかなかつかみづらいこの感染症の状況、思い出をつかみづらいというこの感染症下の状況において、思い出を共有するために宝泉高校という学校に行ってダンス部とのコラボをした BE:FIRST の話で、それは BE:FIRST がいわゆる、夢とか希望とかを与えていく側っていう形の話で、シットキングスさんもう言ってみれば世界一のダンスチームのねコラボとのコラボっていう形は夢を与えるというか、こう夢をこの BE:FIRST たちが叶えていくみたいな、そっちの感じなのかなと思って、全くベクトルが別の話かなと思ったので、なのでダンス部コラボだけで語りたいと思った理由として、一つ目がシットキングスさんとダンス部コラボは全く別のものであり、シットキングスさんの方別でちょっと話をしたいなっていうところのことが一つ、そしてその2つ目としては、BE:FIRST のクリエイティビティというところで、いわゆるダンス部コラボの時に実はこういうこともそういえば彼らってできるよねっていうところがやはりあったわけですよ。でそれについて語りたいなっていうところ、それが2つ目、そして3つ目の方が要するに BE:FIRST の7人のいろいろなその魅力であったりとか、ダンス、歌、ラップ、パフォーマンスとかではないところでも彼らがこういう魅力を発揮できるっていうところ、これが本当に不思議だなっていうところを語りたいっていうのが3つだったりすると、はい、そして4つ目がダンス部の子たちと BE:FIRST がこのダンス部コラボの主役ではあったけれども、この画像で左下の不審者のおじさんがいるんでサッカーボールぶつけておきましたけれども、サッカー部の子たちですよ、彼らについても語るべきだなって思った、これが4つ目ですねっていう感じです。はい、なので冒頭でも述べましたが、シットキングスさんに関しての話はまた別個で述べたいなって思っております。はい、そしてね私がねこうオレンジ色のシャツを着て圧倒的不審者の極みになっちまったのも理由がありまして、ダンス部コラボが非常に良かったんですよね。もう青春っていう言葉がやっぱ似合いますけども、まず MV というかオリジナルビデオを作るっていうところで、なんていうか思っていたのよりも本当にプロの仕事だったっていうか、いわゆるその本当に学芸会とかでやる感じのノリではなくて、もう本当にディレクションからアングルからそのシナリオ作りから全部が全部むちゃくちゃすごいっていうか、それを BE:FIRST の7人がちゃんとディレクションをして構成を練っているっていうところに度肝抜かれました。あれってアーティストの仕事っていうよりはどっちかっていうとあれプロデューサーとかディレクターの仕事ですよねって思って、でもそれできるんだなって思ったんですけど、でもいわゆる彼らって合宿の時 THEFIRST の時からそういうのってたくさんやってきてたわけで、でなぜかわからないけど本当に彼らは、カヌレットの演技とかもそうだけど食レポとかもそうだけど、もうその初々しさっていうのはありつつもなぜかこなせるんですよね。でそれっていうのは今までその BE:FIRST7 人のそのケミというか、竜兵くんが言っているメンバーを感じるっていう部分で、7人が近くにいることを感じることによって力が5倍にも10倍にも20倍にも膨らむっていうところの話なんだろうなっていうのを思ってたんですが、今回そのそれぞれの校庭に行ったり、その教室に行ったりお寺に行ったりして、宝泉高校のね隣の宝泉寺でしたかね、お寺さんの住職が作った学校ということで、お寺が使えるっていうことでね、そういうところでそれぞれがだから颯太くん、俊斗くん、真人くん、竜兵くん、ジュノンくん、涼樹くん、レオくんで、それぞれが一人一人で別の場所で
あのディレクションをあのダンス部の子たちにしていたっていうところ、あれがすごいなって思いました。つまりその一人一人で力発揮できるっていうことにもなってて、一体その能力ってどこからどこで学ぶのかなっていう、学ぶとかじゃないんですかね。考え方が私なんぞ古すぎるのだろうか。あのだってバラエティとかに特化する感じのそのグループではないじゃないですか。そもそもザ・ファーストの時から実力派グループ、いわゆるその世界の挑戦権を得るための実力派グループを作るっていう話で、でそれが実際に今着実に経験値を積んでいるわけですけれども、あのその過程の中で当然ダンスレッスン、ボーカルレッスン、ラップレッスン、パフォーマンスレッスンとか、あとそのいわゆるライブとかでの、まあ、スカイハイとかね、先輩たちからのそういうアドバイスを受けての実践もガンガン積んでっていうのは確かにあるわけですけど、あのああいうだからバラエティとかで自分たちで企画を練ってっていうことができるっていうことですよね。そのアングルとかで実際にその BE:FIRST 7人がアングルとか構成を組んだところのやつが本当にそのままあって、レオくんの教師姿とかね、レオくんの教師姿似合いますね。あとあれですね、リョウキくんたちがあの途中でふざけて告白ごっこしていたところがあの使われていたりとかね、あのラブレターっぽいのを持ったあの竜兵くんと涼希くんが行ってね、3人の女子に告るっていうね、まずあのシーンもね、2人なのに相手3人いるっていうところがね、まああそこはねあえてそういうことすることにしてね、あのまあフィクションでありますよっていうところを出したんでしょうけど、まあそれになる前のね、あの涼希くんのところに3人来てるっていうね、あの涼希くんモテすぎかよっていうね。でもなんか涼希くんはあのなんでしょうね、 BE:FIRST で長女ポジションだから、なんかああいう言ってみれば女の子役みたいな感じのっていうのは似合いましたね。うん、まあ髪もね、あの長いし、長い、まあ女の子としてはそんな長い方じゃないけども、まああのああいう髪型の女子もおりますんでね、うん、まあそれはそれで、で、いろいろとありましたが、結局のところ、まあ、前回の颯太くん、竜兵くん中心としたそのダンスのそういう何でしょうね、ディレクションとかから含めて、なんか本当にいろんなことができるわけで、これっていうのを7人の個性をそれぞれ使って、それぞれがあのいろんな何でしょうね、それぞれの、あのスキルというのを他の6人に伝えながらやってるんだろうなっていう気はするじゃないですか。まあ、例えば分かりやすく言うと、あの颯太くん、あのこれはちょっとまああのシットキングスさんの方の動画の方でもあったんですが、まあ、颯太くんのそのダンスのスキルによって他の6人もすごいことになってるじゃんって話を和樹の種の方でやってたんで、それもちょっとシットキングスさんの方の動画として語るときに語りたいなっていうふうに思ってますけど、だからそういう演技とかの部分は例えば涼希くんとかが他の6人にいろいろディレクションすることもあるかもしれないし、まあ、英会話とかもそうかな。で、あのいわゆる竜兵くんとかはあのガールズダンスというか TWICE とかケプラとかのダンス踊れますけど、そういうしなやかな振りっていうところでは、まあ、竜兵くんがそういうのをやったりするわけで、それぞれの得意分野をそれぞれの6人に伝えるっていうことが多分できるわけで、結構確立化しがちな感じのグループだと、それぞれの個性が同じような感じでフラットな感じになるので、それはそれであのハーモニー的な部分で言うといい感じになるんだけど、 BE:FIRST の場合はそのハーモニーっていうよりは個性の方なので、パーソナリティの方なので、そこの部分が非常に生かされているんだろうなっていうふうに感じました。まあ多様性の時代ではあるので、ちょっと関係ない話をしますが、トップガンマーヴェリックっていうトム・クルーズ主演の映画を見に行きましたが、あの一作目が80年代にやってて、まあ今回あったんですけども、あのトップガンの方の話、まあネタバレにはならんだろう、うん、あのキャスターは発表されてるからね、あの内容は言いません。トップガンの方はやっぱアメリカの映画ですし、いわゆるアメリカのマッチョみたいな感じのね、本当にあのいかつい男たちばかりだったわけですが、それは80年代の話であって、言ってみればそれって確立化されている感じで、だからそれぞれのキャラクターの個性っていうのはあんまりなかったわけですよ。やっぱトム・クルーズをね目立たせるっていうところの理由もあったと思うんでね。で、まあその感じのマッチョみたいな連中がやっぱり軍人としてたくさんいるわけだけど、トップガンマーヴェリックの方では、まあ、トム・クルーズがあのやってたあのマーヴェリック大佐が、マーヴェリック大佐じゃないけど、マーヴェリックはあのそういうあの称号なので、まあ、マーヴェリックが ある程度年をいった後に、まあ、そのまたちょっと古巣のところのトップガン訓練所に戻る話だったりするけども、そこにいる若い子たちは、まあ、アメリカンマッチョみたいな人もいれば、女性もいるし、
ちょっとオタク気質な気弱そうな子もいれば、ちょっとこうなんかその女性のパイロットの後ろについているような感じの子たちがいたりとか、でそういう背も小さい子もいたりとか、多様性がすごくあって、なんかあの、まあ、トップガンの一作目のそういうあの他の訓練生というかパイロットたちのスピンオフ作品とかがあったとしても、ストーリーが想像しづらかったんだけど、今回はそれぞれのストーリーが想像できるなっていうのがあって、それも多様性の時代なんだなっていうところもあって、アメリカもそういう感じなんだろうと思います。トップガンなんで完全にそのアメリカのそういうね、国の力を示すための映画っていう部分も絶対にあるから、だから BE:FIRST がそういうアメリカ含めた欧米に行くときに個性がたくさんあるグループっていう感じのイメージっていうのはすごくいいなっていうふうに思ったんですよね。はい、トップガンの話をしてもしょうがないので、はい、元に戻りますけどもね。でサッカー部の子たちの話ですね。あのサッカー部の子たちの中に BE:FIRST のタオル持ってた子っていうか、あのベスティの子、ザ・ファーストファイナル見に行った子がいたっていうところが、あれ素晴らしいですよね。やっぱりボーイズグループで、まあ言うて同年代、まあ龍平くん、俊斗くんは、そう彼にとってもサッカー部の子にとっても、まあ同年代か何だったら年下かな可能性も、あの子何年生だったかな。とにかくその辺なわけですけど、あのまあボーイズグループをいわゆるそういう風にファンであるっていうことをそういう風に言っても大丈夫な時代なんだなっていうのが、何でしょうね、昭和初期から平成の、最初の方にね学生時代を送っていた私としては、なかなかこれが感慨深いなっていうところの感想はありますよ。個性を認めてくれる時代なんだなっていう、多分ねあの当時に自分がねそういうなんか男の子のアイドルとか追ってるみたいなことをもし言ってたら結構やばかったと思いますよ。うん、そういう時代だったんですよ。なんか息苦しい時代でしたね。うん、まあ時代は変わっていくものなので、どっちがいいか悪いかっていう話ではないんですけども、ただそういう子たちがいて大丈夫な時代っていうところもあるし、あとその同年代の男の子たちに実際にこの BE:FIRST が影響を与えているっていうのも分かったじゃないですか。だからそこの部分もエモかったし、で、あのサッカー部対決も良かったですね。キーパー対決、ソータくんとレオくんとシュントくんで、で、あのソータくんとレオくん上手いっすねすげえなって思ったわ。まあ運動神経はやっぱり普通の子たちよりもありますもんね。それ当たり前だけど、で、シュントくんもね、だから自信なさげで、あのキーパーのところにガッてやっちゃったけども、でもシュントくんのあの結構自信がもしない場合とか、そういう時ってあのシュントくんはあの包み隠さずに飾らずにそういうことを言う子なので、そこの部分も良かったなって思う。なんかそういうシュントくんもそういう言葉を、だから例えば事務所が違ったりとかしてあんまりそういうことを言わないようにした方がいいよとかいう風に言われて いたかもしれないじゃないですか。他のところにもし行っていたとしたら、そうじゃないっていうのも良かったし、シュント君の個性を生かしてくれてる。まあ言うてシュント君も時々そういうことは言うけど正直な子であって、で実際のところステージ行ったら彼のパワーむちゃくちゃすごいですからね。うん、それは思いますよ。うん、ね、もうこの動画でこの画像ではもう可愛い顔して真ん中にいますけどもね。であのコーチ、サッカー部のコーチからのね、あの 使っていいと思う、みんな拍手みたいな感じでやって、それで校庭をね使わせてもらえたわけですけども、そうそう、まあそもそものサッカー部が練習していたから校庭使いたかったけど、でキーパー対決でっていうところで、バラエティ的要素もねありましたけれども、あの辺も良かったですね。でダンス部が実際に踊る時もあの横の方でね応援をしてくれていたっていう話も聞きましたし、なんかあれってあの要するに BE:FIRST がきっかけにして、そのダンス部とサッカー部、まああの高校がどういう感じか分かんないけれども、まあおじさんあの下世話な人間なんでね、あそこでだからあのサッカー部の子たちとダンス部の子たちでちょっとあのねお友達になってくれたりなんかするとねいいなってちょっと思ったりするね、あの下世話なおじさんなんですけどもね、うん、青春を謳歌してもらいたいもんだなと思ってね。あ、シュント君で思い出しましたけど、そのビデオのところでね、あのシュント君が廊下歩いてて、あの女子たちが2人ずつ確か廊下から出てきて一緒に踊っていくシーンとかあってね、あ、いいなって思った。あのシュント君モテモテじゃんって思って、うん、いやなんかねある意味あれですよね、本当に今回そのすごい神回だったし、いわゆるその INI さんとのあのコラボ回2回分っていうのも非常に神回だったけど、なんでしょうね、あの担当する神が違う神回っていうかね、もう何言ってんだろうなあ、八百万の神の国なんでね、あの担当する神様が違う神回だなっていう風にね思いましたよ、今回と前回のやつね。あのでこれも結局あの BE:FIRST TV Hulu でしばらく見れると思いますし、完全版っていうのもどんどん上がっていくでしょうから、
ぶっちゃけもう何回でも見れるじゃないですか。食レポの時とかもそうだし、まあ、実際 BE:FIRST TV が、ね、前の TV テレビガイドのランキングでその音楽部門でミュージックステーションと関ジャニの番組を超えて1位になったっていうところもねあったし、あのすごいいい番組だなって思います。で、まあ、ツアーが始まるので実際そのバラエティ番組的な感じのをどのぐらいやるかっていうところはわからないし、まあ、そもそもそういうバラエティ番組をそのねメインで考えているグループではないから、でもやっぱりね、うん、またなんかシャープ13で確か終わってしまうはずだけども、あの今の状況のあのインフォメーションではまたなんかねやってほしいっすね。有料コンテンツだから言わないですけど、スマッシュの中で BE:FIRST のみんなが例えばファンミの時とか、あと BE:FIRST TV の裏側とか、そういうスピンオフ的な映像って撮ってるんで、そういったところをなんか集めたりとかして1時間番組とかでやるっていうのもありかもしれないし、いろいろとね夢って広がりますよね。はい、まあそんな感じでございました。というわけで、あの BE:FIRST TV のシャープ11、あのダンス部コラボについて語らせていただきました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。シットキングスさんについては、なんか BE:FIRST TV のあの完全版の方のやつでもその練習風景が入っていたりとか、あとカズキの種の方でもいわゆるその練習風景っていうのが動画として上がるはずなので、それも含めた感じで語りたいなって思ってます。はい、では、この辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランファンパスでした。果てしない空へ。